市販のエンド SW9 模型をキットバッシュして、ビクトリア鉄道 Y クラス風にしたキットバッシング、またはモデルバッシングとは、市販のキットの部品をオリジナルのモデルや他のキットに組み込んで新たなモデルを作る手法である。プロの模型製作者は、撮影用のモデルにディテールを加えるのに、キットバッシングを用いる。市販のプラモデルからは、 良好なディテールを持つ均質なパーツを大量に得ることができる。趣味の模型制作者はキットバッシングにより完全なスクラッチビルドよりも制作時間を節約することができる。実在、架空を問わず市販のキットのないモデルを作る際にキットバッシングが使用される。キットバッシングは長い歴史を持つがサンダーバードのテレビシリーズや映画2001年宇宙の旅。 そして特に、スター・ウォーズエピソード4で使用された、成功な模型の制作に用いられたことで、多くの人の注目を集めた。これらの作品で使用された、宇宙船の模型の多くは、戦車や船、自動車などのキットの部品で、ディテールアップされていた。素材となるキットは、キットの品質で選ばれる場合もあるし、必要とする形に似ているものが選ばれる場合もある。 部品を切断して使用したり、隙間をパテで埋めたりすることも少なくない。撮影用モデルの製作の際にキットバッシングの被害に遭うのは日本製プラモデルのことが多いが、日本のプラモデルの分野ではキットバッシングという言葉はほとんど使われておらず、複数のキット部品を用いて組み立てることは部品の流用やニコイチ、ミキシングビルドなどと呼ばれることが多い。 鉄道模型の分野では、日本でも他のキットや完成品モデルの部品を用いて、改造することを、キットバッシングと称している。また、ドールハウスの分野などでは、キットをそのまま組み立てずに改造を加えることを、キットバッシングという場合もある。GI 上から派生した12インチサイズのミリタリーフィギュアの分野では、実際の兵士の資料写真に合わせて装備品を、組み替える遊び方が、 一般的で、これは英語圏同様に日本でもキットバッシングという呼称が定着している。ありがとうございます。